受験生皆さんこんにちは。今回は平成26年11月8日、高蘭女学校で行われた学校説明会の報告をいたします。説明会のプログラムはここに書いてある通りなんですけれども、4項目あって大弱点、特に4点目ですね、教育内容、進路、中等科入試についてというので来年の入試問題についての説明が行われました。で、高蘭に関しては来年日曜日になるんですけれども、その辺で若干合格者人数水増しするっていう話だったので、より受けやすくなったんではないかなという印象を受けています。入試問題に関しては例年通り大問1、2、3の割と取り組みやすい基本的な問題なので、学校の方としても第一志望としている生徒を取りたいという、受験生を取りたいという話なので、過去問をしっかり研究してくるようにという話でした。で、ここに関しても大問資格1、2は物語文、説明文50分で解くには十分な時間だと思いますので、きちっと対策を立てて取り組んでくださいということです。来年度特に日曜日になってしまうので、その点、気がかりかもしれないですけれども、きちっと対策立てて受験に臨んでください。それでは受験生の皆さん頑張ってください。